皆さんには幼い頃、空想の中のお友達、イマジナリーフレンドはいましたか？これは想像上の友人と、実際に会話をしたり遊んでいると認識する現象で、幼少期の子供には多く見られます。今回ご紹介するのは、自分にしか見えない架空のお友達と、現実世界で再会を果たしたという、不思議なお話です。この話は信じてもらえないだろうと思ったので他の誰にも言わずに生きてきた。だけど、今回あることを機にちょっと話してみようと思ったので書かせてくれ。現実で言う気はないけど、ここならまあ、信じてもらえずフィクションと捉えられても構わないし、そもそもが丘番に書こうと思った話なんだけど、思ったより長いわ。自分語りになったので、こっちに書かせてもらうことにした。よかったら聞いていってくれ。俺は子供の頃、かなり内向的な子供だったらしい。らしいというか実際内向的だった。外に出ても友達を作れなくて、公園でも隅っこでボケーと虫を見てたりしてたらしい。両親はかなりやきもきしたとは言ってたけど、無理やり改善させるみたいなことはしなかった。両親は日和見主義というか、慌てはするもののなんとかなるだろう的な考えの持ち主だった。これがどういう結果をもたらしたかというと、なんと俺についにお友達ができる時が来た。ちいちゃんという名のおてんばな女の子だった。だけどこのちいちゃんには、お友達として重大な欠点があった。俺以外には見えないのである。見えないどころか声も聞こえない、触れない。そう、俺は現実のお友達候補には目もくれずに、見えないお友達を作ったのだった。よく言うイマジナリーコンパニオンだか、イマジナリーフレンドだかってやつ。これにはのんきな両親も、さすがにまずいのでは、と思ったらしい。母団、が、この現象は、稀によくある、そのうち収まる、とも言われてたので、案の定深くは考えなかった。結局俺は保育園にぶち込まれ、小学校に上がる前後までちいちゃんと遊び続けた。ちいちゃんと俺は無二の親友になった。ついでに現実のお友達もできた。俺は無謀にも、現実のお友達、イカワイ、にちいちゃんを紹介した。Y にはちいちゃんが見えなかったので、俺は Y と初めての喧嘩をした。Y と俺も親友になった。けど Y とちいちゃんは親友にはなれなかった。なぜなら見えないから。そして俺と Y は小学校へ進む。ちいちゃんは、俺くんとは別の学校行くの。と言った。俺は大いに泣いて両親に訴えたが、両親は適当に俺を慰めた。両親としては、これでようやく対して対策を取ってなかったこの、イマジナリーコンパニオン問題が収束するのでは、とそっちに期待していたらしい。補足しておくと、俺は体操頭の弱い子だったから、どんなに言われてもちいちゃんが現実には存在しないと頑として認めず、ちいちゃんの実在を訴え続けていた。結局小学校へ上がるのを機に、俺とちいちゃんはさよならをすることになった。俺は泣いていたけど、ちいちゃんは笑って、また遊ぼうと約束してくれた。俺は泣きながらちいちゃんと指切りをした。絶対に忘れない、また遊ぼうと誓った。小学校へ上がり、現実のお友達が増えるにつれて、薄情なことに俺はちいちゃんのことを忘れていった。内気な少年だったイッチにとって、かけがえのない親友だったイマジナリーフレンド、ちいちゃん。多くの場合、イマジナリーフレンドの減少は、成長とともに自然と消失するというが、イッチも同様に、現実世界の友人友達が増えるにつれ、ちいちゃんの存在は薄くなっていった。誰もいないな、まあいいか。ただ、一度だけ公園でちいちゃんに再会して、ちょっとだけ遊んで、ちょっとだけ話した。俺くんお友達はできた？ちいもお友達たくさんできたよ、でも一番は俺くんだよ。お友達はたくさんできたけど、一等はちいちゃんだよ。この時の俺は男らしかったと思う。また再会を約束して、俺とちいちゃんは別れ、俺はあっさりちいちゃんを忘れていった。どこに出しても恥ずかしくないレベルのクズっぷりだった。まあ子供なんてこんなもんだ。見てるよ。あ、いた、ありがとう続ける。さて、俺もすっかりちいちゃんを忘れ、悪友となったワイとやんちゃする日々が続く。両親も、あんた昔は見えないお友達と遊んでたのよ、なんて言ってた。言われるたびに、俺はそんなこともあったような、と思い返したが、両親に似て深く考えない性格だったため、じいちゃんが記憶の底から呼び戻されることはなかった。ここまでは、単に見えないお友達を持ったかわいそうな俺の幼少期の話、で終わるが、この話はこれでは終わらない。ある日、たまげるような事件が起きるのだ。その事件が起きた時点では、俺はまだ何が起こってるのか把握しきれてなかったので、厳密に言うとたまげたのはもうちょっと後なんだが、まあそれはそれとして。
ワイと共に進学した中学、俺たちは平均的な田舎の中学生だった。最初の1年は慌ただしい中過ぎ、2年になり、夏休みが終わり、新学期。転校生が来るという噂に、俺たちは色めき立った。男か女か、可愛いのか。俺も当然いろんな妄想を展開させた。もともとが頭の弱い子だった俺は中二病真っ盛り。ハスに構えて、あ、俺別に転校生に興味とかないから、とか言って、休み時間はカーテンにくるまってた。新学期が始まって1週間ほど。ついに転校生現れる。女の子だと言われ男子がそわそわする。もうここまで書けばわかるだろうが、その転校生は、ちいちゃんだった。だが俺は完全にちいちゃんのことなど忘れていたから、ちょっと可愛いじゃねえか、とか思いながら、クラスメイトに囲まれてちやほやされるちいちゃんを遠巻きに見ていた。ここでおかしなことに気づくだろう。ちいちゃんは俺のイマジナリーコンパニオンであり、現実には存在しないはずである。それが転校生として現実の存在として、再び俺の目の前に現れた。この時点で俺は全くそのことに気づいてなかったが、なんとなく既視感を覚えていた。中二病の妄想かとも思ったけど、それだけではないような気がしてならなかった。結局ハスに構えて、興味ねえよ、と気取っていた俺も我慢できなくなり、転校生との交流に加わった。もちろんいきなり、俺と君は前世でうんぬんみたいなことは言わなかった。普通の初めましてである。転校生も近くで見るとむちゃくちゃ可愛くて、その可愛い笑顔で、初めまして、と笑った。案の定俺は転校生をあっさり好きになっちゃうパターンにはまる。中学生独特のモヤモヤを抱えながら、俺はもう一つのモヤモヤ、霊の既視感にも悩まされた。転校生の話し方、素振り、癖、どれをとってもむちゃくちゃ見覚えがある。この時ばかりは、さすがに俺も頭がおかしくなったのでは、この既視感は何なのだ、能力か、とか、大変混乱したのをよく覚えてる。ワイとは何でも話せる仲だったが、さすがに俺、あの転校生と前世で繋がってたのかもしれない、とは言えなかった。ちいちゃんの記憶をすっかり忘れていたイッチは、転校生がかつてのイマジナリーフレンドだと全く気がつかない。だが転校生から感じる蜃気楼のように捉えどころのないデジャブは、大いにイッチを混乱させた。この恋じゃない方のモヤモヤは何なのだ、そろそろ限界だ、死ぬか、くらいに追い詰められていた、つもりのある日の放課後。たまたま転校生と俺が教室に二人きりになった。その頃はもうお互い打ち解けたし、俺は俺で隠しきれない下心が見え見えだったりもしたけれど、軽口を叩ける仲になっていた。既視感も手伝ってか、転校生と俺はかなり仲が良い関係になっていたし、転校生からも好意のようなものを感じていた気がしないでもない。というか実際好意を持たれてた。よくある放課後のドキドキ感の中、他愛もないことを俺たちは話していた。見ておるぞ。なんてことはない話だったんだけど、流れで、そういえばもう随分慣れたっぽいけどどう?みたいな話になった。妙な時期に転校してきて馴染めるか不安だったけど、馴染めてよかった。そういった転校生は実際かなり馴染んでた。転校生ということを除いても男女ともに人気があった。それで、そりゃよかった、そういや友達も多いもんな、みたいな感じのことを言ったんだよ。でも一番は俺くんだよ。ちょっとはにかみながら転校生がそう答えたとき、俺はちいちゃんのことを完全に思い出した。一番は俺くんだよ。一等はちいちゃんだよ。それは最後にちいちゃんと遊んだ公園で交わした約束だ。記憶の底にしまわれていたちいちゃんとの記憶が一気に蘇った一致。思い出してたまげた。たまげすぎてまともなリアクション取れなくて、完全に不審者になった。大いに混乱した俺が取った唯一の行動は、その場からの逃走だった。なんか遠ざかりながら、あ、ごめん、みたいなことを言って逃げていった。家に帰った俺は放心状態で、部屋の壁に向き合ったまま微動だにせず考え続けた。深く考えない残念な子でおなじみだった俺、でもこの時ばかりは考えに考え抜いた。じいちゃん、そんな友達がいた?そうだ俺は見えない友達がいたんだ、お考え言ってた。言ってたっつうか覚えてるし、でも現実にはいなくて、でも今いて、じいちゃんが、転校生は、そうだ、転校生もちいちゃんだ。え?しばらく混乱したままだったけど、俺は恐る恐る母親に尋ねた。俺昔見えない友達と遊んでたって言ったよな。そうよあんた、母さんほんと心配したんだから。その友達さ、なんて名前だった?なんだったかしらね。あ、そうそう、確かちいちゃんとか言ってたような。
全部が繋がった気がしたけど、意味がわからなかった。俺には昔友達がいて、でもその子は実在しない子で、でも今目の前にいて、でも現実にそんなことが起こるわけがないと言い聞かせた。12秒のくせに、偶然同じ名前で、偶然同じことを言って、偶然面影があって、そう偶然だ。とりあえずその日はそう言い聞かせながら寝た。翌日、転校生と顔を合わせた時非常に気まずい思いをした。結構なことを言われたのにもかかわらず、謝りながら逃走したんだから当然だけど、休み時間に昨日はごめんと謝り、放課後またちょっと話がしたいと伝えた。無然としながらも承諾してくれたけど、目は合わせてくれなかった。最高にかっこ悪かった。そして中学史上最高に気まずい一日を耐え、放課後。とにかく俺は謝った、謝り倒した。端から見たら、やらせてもらおうと拝み倒してるレベルで頭を下げた。あまりの滑稽さに呆れたのか、転校生は許してくれた。俺は夜消して転校生、じいちゃんに聞いた。変なことを言うけど、昔どこかで会った覚えない？やっと思い出してくれた？なんて返答はなかった、が。困ったような顔をしたちいちゃんは、少しずつ話し始めた。俺とはどこかで会った気がする。ずっと前に遊んだことがあった気がする。昔いた仲の良かった友達とそっくりな気がしてた。最後にまた遊ぼうって約束した。そんな感じの話だった。もうそれを聞いた時点で俺は考えることをやめた。運命だと思った。意味はわからなかったけど、じいちゃんとまた会えた。今度は現実だ。もうそれでいい。俺はなんか泣きながら今までの話、思い出したこと、覚えてることを全部話した。じいちゃんは泣きじゃくる俺に若干引きながらも全部聞いてくれた。全部聞いてくれて、最後に笑って。不思議だね、運命だね。って言った。じいちゃんに感じていた既視感を、じいちゃんもイッチに対して感じていた。その事実だけで、理屈や根拠なんてどうでもよくなるくらい幸福感を感じたイッチ。運命なんて言葉、こっぱずかしくて軽々しく言えないが、あえて言おう。これは運命だ。詳しく書くと長いので割愛するけど、じいちゃんは別に俺と同じようにイマジナリーコンパニオンを持っていたわけではなかった。けど俺と同じように引っ込み思案で、友達が全然できなかった子だった。そんな時、おそらく俺と思われること友達になって、それがきっかけで友達ができた。そのおそらく俺と思われることはすごく仲が良かったけど、いつの間にかいなくなった。小学校に上がったけど、俺と思われる子はいなかった。でも友達はたくさんできた。なんとなくずっと覚えてたところで転校、俺と思われる子と思われる俺に会う、と。最初はもともとこっちに住んでて引っ越してまた戻ってきた、とかも思ったけどそうじゃなかった。だからお互い不思議だね、と言いながら、これは二人だけの秘密にして誰にも言わないでおこうと決めた。言いたくてしょうがなかったけど、信じてもらえないどころかかわいそうな人だと思われるのがあれだった。ただでさえ残念な子扱いを受けてきた俺としては、じいちゃんがそうなるのは避けたかった。不思議だし不可解だし意味がわからんところもあるけど、こうやって再会できたんだからよしとしよう、というところに落ち着くことになった。じいちゃんも俺と同じであまり深く考えないタイプだった。実際この後じいちゃんは、俺に負けじ劣らずの残念な子だということが露呈するが、それはまた別な話。こんな話があるんか。こうして俺とじいちゃんは再会というか、本当の開口を果たしたというか、ともかくこの俺のイマジナリーフレンドに端を発する一連の奇妙な出来事はこうして終わった。だが俺は誰にも言わずにいよう、とか言い出したくせにある一件を思い出し、Y を呼び出してちいちゃんを紹介した。Y も同じクラスだというのにもかかわらずだ。ほら、ちいちゃんだ。今度は見えるだろう。一週間くらいしてから、あれなんだったんだ？と聞かれたから、今度はちいちゃんに許可を取ってから Y にも全部話した。ああそういえばそんな喧嘩もした気がするけど、何がなんだかわかんねえよ。俺もよくわかんないんだ。まあいいや、なんかわからんけどめでたいんだろ、おめでとう。Y も、俺と長年の付き合いだけあってバカだった。二人だけの秘密は三人の秘密になった。Y はよくわかってないと思うけど。お察しの通り、俺とちいちゃんは付き合う流れに。そして月日は流れ、十数年。昨日入籍してきた。俺とちいと Y だけの話だったけど、入籍を機にちょっとだけ話してみたくなったんだ。そんなこんなで、俺の奇妙なイマジナリーフレンドの話は終わり。ちなみに、Y は未だに独身で、俺とちいの話も未だによくわかってない。わからんけどめでたい、めでたいけどわからん、世の中いろんなことがあるんだな。そんなことを酔いつぶれながら言っていた。
俺とチーはこいつバカなんじゃないかとそんなワイを見ていた。そしてまだいる。はよ帰れ。空気読め。チーちゃんと現実世界で巡り合い、ゴールインを果たしたイッチ。この SF ファンタジーな純愛の全てを唯一知るのが男友達ワイだが、ことの重大さを全く理解していないようだ。おめでとう。今日はみんなで集まってるのか？ありがとう。みんなというか、ワイとチーと俺だけだな。本当の馴れ初めというか、あの奇妙な出会いについては、両親も他の友達も誰も知らないからな。そしてワイは昨日からいる、昨日から酔いつぶれてる。空気を読めと、だからお前は独身なんだと。とりあえず終わり。ありがとう、書いたらすっきりした。G の残念エピソードは山ほどあるが、3回に1回はスリッパのままコンビニまで出かけて赤っ恥をかいてるとか、3日に1度は携帯を握りしめながら、大変、携帯がない、とか言ってる。とか言っておけば、基本的にどれくらい残念な子かはわかると思う。かわいいな。この辺はまだ本当に普通に可愛いくらいだけど、こういうのをはじめ、残念の見本市みたいになってるから時々心配になる。出かけてくるね。と俺が帰る30分前に電話があったから、戸締まりしてね、と頼んだら元気よく、うん、と答えたんだけど、帰ってみたら、確かに玄関の鍵はしっかりかかってた、が、リビングの窓が大全開で、ものすごい心地よい風がリビングを吹き抜けていた、なんてのもよくある。ちーちゃんはなんとなくイッチと会った気がするってだけなの？イッチの思い出と、ちーちゃんのなんとなくの思い出が一致したとか、そういうことは一切なし？あ、この辺ははしょったけどイッチはもちろんあった。なんかそのこと、こういう公園で、ああしてこうしてこんな話した気が。それはあそこで、その後もしかしてその子はどこそこの川で、犬のうんこ踏んで泣いてませんでしたか？そうそれ、とか小さいイベント絡みのことは合致することは多々あった。他愛もない話だと普通に覚えてないけど、それはまあ誰でもそうか。お互いしっかりはっきり覚えてたのは、一番は俺くん、一等はちーちゃん、と泣きながら、俺だけが、下指切りはかなり鮮明に覚えてた、忘れてたけど。すげえなそれ、明晰夢の中で会った人と夢の中で会う約束をして、現実でその約束場所に行ったら本当に会ったって話を思い出した。ああ読んだことある。確かにどことなく似た感じはあるね。まあだから最初カバン行こうと思ったんだけどさ。俺が遊んでたイマジナリーフレンドがチーになったのか？それともその時どこか遠くにいたチーに繋がったのか？俺が言うのもなんだけど、世の中には不思議なこともあるもんだね、と。入籍おめでとう。嫁はアホなくらいがちょうどいいぞ。ありがとう。ドン引きする時もあるけど俺は元気です。空想上のお友達だったはずのチーちゃんが、現実世界の俺の嫁となったイッチの不思議な体験。イッチとちーちゃん夫婦、とお邪魔虫なワイが末永く幸せであるよう、スレミンたちは願うのであった。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。遠く離れた土地に住んでいたイッチとちーちゃんがどうやって友達になったのか、なぜ共通の記憶を持っているのか、考えれば考えるほど不思議で、ロマンがありますね。皆さんはこの動画を見てどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。